中学3年の時にマルバに入って1年間すごいたくさんの経験をさせてもらいました。その経験を今の子供たちにも伝えていきたいと思ってコーチになりました。子供の頃はサッカーの練習よりもゲームをたくさんしてました。でもあの頃練習してればなって思うことが今たくさんあるので、今の子供たちには家でも少しでもいいから練習をするっていうことを伝えています。まず自分で目標を作ってみてください。その目標がどうやったら達成できるか、今何ができるか、しっかり考えながら毎日を過ごしてください。